今日の昼ご飯は、シリアルとこのランチパックです。いただきます。半世紀生きたもう働きたくないピレーンです。おはようございます。9月16日の昼1時半です。今日もよろしくお願いします。なんか眠たい。寝とこうかなとか一応来てきました。ジャム甘っ。昨日の晩ご飯のフライドポテトとソーセージ食べたせいかあんま腹減ってないですよ。ご飯はグリ大根です。あとかぼちゃ刺したやつ。はい、いただきます。17日の、お昼12時50分です、はい、今日は12時に起きまして、今から昼ご飯にします、はい、いただきます。ピーナッツうまっ。
晩ご飯はコンビニ弁当です。いただきます。ホテルと毎日行ってたもんな。そこあったもんな。エンディングです。ですね、ドラマの茶道っていう、カタカナの茶に道って書いて茶道ってね、なんかサウナ入ってる人らのなんかドラマなんですけど、漫画原作やったんですかね、確か。あの京都の銭湯の舞台の話があったんで、まあ、それちょっと撮ってみて、といて録画しといて、今日見てみたんですけどね、はい、京都の銭湯で450円で入浴料450円でサウナ付きっていうのがなんか京都だけなのかな。大阪どうやってやろう。なんか サウナは100円増しとか やったかな。ちょっとよく分かってないんですけど、なんか 京都だけなんですかね、450円で。まあタオルはまたプラス100円とかなってましたけど、ね、あとね、そのカゴに着替え、あの服カゴに入れてね、なんかロッカーに入れるいうシーンがあったんですけど、なんか大阪は別に、俺大阪住んでて、ね、よく銭湯行ってたんですけどね、そのままあのその脱衣所のロッカーにバーって服放り投げて入れてましたけどね。あのカゴに入れてからそのロッカーに入れるの京都独特なんですかね。はい、まあ、それだけです。まあ、今シーズンのドラマってあのお耳に合いましたか、それだけ見てるんですけどね。なんかチェーン飯ってチェーン店の飯の略なんですけど、僕これ初めこの言い方初めて知ったんですけど、なんかチェーン飯を食べながらポッドキャストを配信してるあの OL の話なんですけどね。ただチェーン店の飯を家に持って帰ってテイクアウトして、でそれ食べながらポッドキャストを撮ってるっていうねやつなんですが、すごい、流暢に喋ってますね。あれぐらいの喋りやったら俺なんかも10万人登録とかいけてんじゃないですかね。噛んだ。何が面白いっていうかね、まあ飯食ってるシーンもいいんですけどね、なんかようわからんけど見ちゃうんですよね。はい、どこかな、ちょっとドラマの話でした。それでは動画ご視聴いただきありがとうございます。ピルヤンでした。
ではまた。